マーケティングを教えますとか FP で教えますとか、この世の中全部騙し合いのように思えてしまいます。どう情報を取捨選択すればいいのでしょうか。情報の取捨選択の仕方がわからない人であれば、基本的にそういうのを買うのをやめてください。以上です。結局その何か物事が正しいかどうかを判断できない人が、そのどっちが正しいかなっていうのを勘で決めたりしても、間違いをずっと間違いをし続けるだけだと思うんですよね。例えばじゃあそのなんかネットでなんか毎月5万円の副収入を得ますみたいなやつを買ったとして、でそれ買ってみて全然儲かんねえんじゃねえかって言われたら、5万円のじゃ足りなくて、実はこっちの10万円のコースを申し込めばかなり儲かるんですよって言われて、確かに5万円じゃ足りないのか、じゃあ10万円のコース申し込んでみようみたいになって、余計ドツボにはまるっていうのもあったりするので、そもそも論大学と一部専門学校以外でお金を払ってものを学ぼうとするというのは間違いだと思ってください。本を買うとかいいですよ。結局そのお金を払ってきちんとものを教えられる機関って、そう、一部専門学校って看護師とか歯科衛生士とか国家資格を取るための専門学校で、でそれ以外で本当に役に立って知識を教えるのって多分大学ぐらいしかないと思うんですよね。個人でなんかオンラインサロンとか、なんかその私がいろいろ教えてあげますよみたいなことを言うやからっていうのはいっぱいいるんですけど、まあ、基本的にはその人が思ったことをただ喋るだけで、学問的な知識として本当に正しいのか、体系化されたものなのかとか、客観的にその情報は正しいのですかっていうのを確認する手段がないんですよね。大学の場合だと、その大学の中でこういう授業をやりましょうっていうのが一応シラバスとか作って、で文科省が認証して、でそのじゃあどういう授業なのかなっていうのは一応その生徒を見て、先生やばいっすみたいになったらその授業がなくなるみたいなのがあって、その間違えたことをダメなことを言った時にちゃんと訂正される構造っていうのは大学はあるんですよ。でもそのオンラインサロンみたいな、なんかおっさんがだらだら喋ってますみたいなやつって、その人が間違ったことを言ったとしても、それが間違いだよねっていうのをその訂正される構造がないんですよね。だから基本的にはそのなんかオンラインサロンとかでお金払って聞いてるようなのと、なんか酔っ払ったおっさんがビール飲みながら喋ってるやつっていうのの質は変わらないと思ってください。で、質が変わらないのであれば、お金払って聞いてもしょうがないよねって話だと思うので、いくらでも勉強しようと思えば、教材はネット上にタダであるので、まずタダのものをいっぱい見たり、本屋さんの本を買うようにしてください。